大船工場入り口引き込み線跡。業務終了に伴い引き込み線は閉鎖された。踏切部分の線路は撤去されたが、その他は業務終了時のままとなっている。大船工場は神奈川県鎌倉市梶原にあった東日本旅客鉄道の車両工場である。最寄り駅は湘南モノレール江ノ島線湘南深沢駅。 重要部検査と全般検査を担当する工場である2000年に大船電車区の研修部門と統合されて鎌倉総合車両所となったが統合以前と業務が大きく異なっていたわけではなく引き続き首都圏の電車の検査修繕等を行っていた統合後でも慣例的に大船工場と呼ばれることがあった 209系電車以降の新系列車両の増加による保守体系の見直しにより検査業務が縮小され2006年2月9日をもって東京総合車両センターと大宮総合車両センターに業務を引き継がせる形で検査業務を終了し同年3月31日限りで閉鎖された大船駅からの入り出場線は一旦横須賀線に沿って栗浜方面に向かい 途中でスイッチバックする線形になっているため、直接入り出場することはできない。当地にはかつて海軍工場があり、太平洋戦争終結後に GHQ の許諾を受けて、その敷地と建設中の線路を受け継いで建設した。日本国有鉄道時代には、電車のみならず客車の修繕や改造も手掛けていた。敷地内には、 鎌倉市の有形文化財に指定された泣き島が存在する。また近隣には湘南モノレールの車両基地がある。また、最寄りの湘南京急バスの停留所は鎌倉総合車両所への解消から現在に至るまで大船工場のままとなっている。鉛などに汚染されていた土地の汚染対策費と建物解体費の合計が売却予定額を数十億上回るという結果が出ており、 鎌倉市と JR 東日本の間で協議を続けていたが、土壌処理を2012年から2014年にかけて実施することとなった。引き続き、鎌倉市が周辺地域を含めた総合整備事業を進めている。入れ替え動車の雲葉102-1201車席のない入れ替え動車として、雲る145、くる144をはじめ下記の車両が使用されていたが、 工場部門の業務終了に伴い用途廃止となった。民営化後、社内技術力の維持工場等を目的として、107軽電車が JR 東日本の各工場で新造されることになり、大船工場でも一部を担当したことに始まる。209軽電車の製造経験は、その後1994年10月に開設されたニーツ車両製作所で活かされることになった。 2006年2月、検査業務終了時の担当車両なハネフ2212004年9月18日、撮影また、南部市専用の101系電車が、廃車後も解体を保留され、所内に保管されていたが、深沢地区の廃止に伴い解体された。ありがとうございます。